ウッチ映画大学は未来の俳優、演出家、映画監督、写真家、撮影監督、撮影技師、テレビの制作スタッフを養成するためのポーランドの名門校である。1948年3月8日、ウッチに設立された。当初は第二次世界大戦とワルシャワ放棄の間に破壊尽くされたワルシャワへ都市再建すればすぐに移設する計画であった。 ところが最終的にうちに残り、今では同志における高等教育機関としては最も知られるものとなった。1958年までは同校は二つの完全に異なる学校として存在していた。一つは俳優学校、もう一つは映画作家のための学校であった。この二校とポーランド映画産業は第二次大戦後にワルシャワから 近隣都市のウッチへ移動した。この移動は当初は、当面のものとみなされていたので、同俳優学校の名称は、国立ワルシャワ高等演劇学校ウッチ、臨時講座ナショナルハイアースクールオブシアターイン、ワルソーイズシートインディーといった。その創設者であり、初代総長は、著名なポーランドの俳優レオンシレルで、現在その名を冠している。1949年に、 同校は二つに分校した。一つは実際にワルシャワに移動し、もう一つはカジミエシデーメクの学校経営のもとにウッチに残った。合併に先立った1958年、いわゆるポーランド派の芸術家たちが人気を増大させ、ウッチ映画大学の評判を作り出した。いわくポーランドにおける最もリベラルで最も共産主義的でない高等教育機関である、と。 この頃の最も有名な卒業生は、アンジェイ・ムンク、ヤヌーシュ・モルゲンスターン、アンジェイ・ワイダ、カジミエシクッツである。1954年にはそこに、ロマン・ポランスキーも加わった。1958年以降、同校は、ポーランドで最も目覚ましく、文化的なシンクタンクとなり、たくさんのアウトサイダーや芸術家が共産主義的権威に支えられることなく、そこに加わった。 様々なディスカッションクラブや言論の自由を新総長のイエジート・トエプリッツが推進し価値を付け加えた。その時、同大の二人の学生が対戦後初のジャズミュージシャンになり、当局にもコンサートを組織する許可を得た。1968年3月の事件以降、自由の時代は終わった。トエプリッツは解雇され、ほとんどの教員も同様だった。しかしながら、 エドバルト・ギエレクト、彼の体制の出現で、同行は再び花開き始めた。卒業生でオスカーを獲得した者は3名。ロマン・ポランスキー、アンジェイ・ワイダ、ズビグニュー・リプチンスキーである。ありがとうございます。